現役フィナンシャルプランナーが実践する幸せを運ぶ不労所得のすすめ。この番組は現役フィナンシャルプランナー藤井が実際に最前線で培ってきたお金の知識やノウハウ、不労所得で幸せに生きるためにこれまでチャレンジしてきた数々の失敗談や成功談についてご紹介する番組です。それでは番組をどうぞ。サトシ、元気だったかい？はい、元気です。ちょっと今日も俺の話を聞いてくれるかい？ある日曜日に買い物に日本人が出た時に、同行したインドネシア人の同僚がショーウィンドウの中を覗き込んで、日本製は何でもいいものばかりだけど、インドネシア製は何でも品質が良くない。我が国の製品はどうしてこんなに質が悪いんだろうと、ため息ばかりにつぶやいたんだ。はい、この日本人は心優しい人だったので、親友のこのインドネシア人を慰めたんだけど、その時に何て言ったかわかるかい？何ですか？インドネシアの純国産品で世界一流の質のいいものがあるんだ。元気を出せよと言ったんだ。その親友は、え？と驚いた。それは一体何だい？と尋ねたんだ。そして、日本人のその答えは、インドネシア人だったんだってさ。長いし意味わかんねえな。意味わかんないですか？全然意味わかんないですね、親友さん。あれですよ。労働力としてのインドネシア人が一番良かったっていう話ですよ。なるほどね。なるほど。最近ね。じゃなくて、安い賃金、多分これ、賃金がね、すごい安いっていう。うん。安い労働者としてインドネシア人が一番質が高いっていう。ね。わ、すごいインドネシアのことディスってますね。ディスってるジョークがね、僕は検索しただけですからね。僕は全く思ってないんですけど。いやー、もう、長えよ。インドネシアジョーク長えよ。インドネシアジョーク長いですね。はい。まあ、そんな長いのにわざわざ言ったインドネシアジョークにはちゃんと意味があるんですよ、藤井さん。はい。それは挨拶しません？挨拶、おはようございます。ナビゲーターの椎野木です。おはようございます。ファイナンシャルプランナーの藤井です。はい。のっけからちょっとわけのわからないですね。はい。ジョークが入りましたけど、もう毎回同じこと言うけどさ、ここから聞いた人はすぐ止めるだろうね。あ、で、間違えたみたいな。間違えたでは済めばいいですけどね、はい。逆にディスられるってことがありますからね。うん、僕らが。ですね。まあそんな話をですね、わざわざしたのには意味がありまして、はい。4月の11日に、はい。何やらインドネシア経済セミナーというのが決まったらしいですね。あ、そうですね。はい。これは以前、ちょっとこのポッドキャストでもお話ししたんですけど。はい。まあ、藤井さんと、はい。あと、まあ、藤井さんと僕と、共通の師匠の久保さん。そうですね。ですよね。っていう方が、この、インドネシアの方に。はい。行かれたと。いうことで、まあ、その時のお話をしてくれましたけど、はい、まあ。そういうことは関係あるんですかね。あ、そうです、そうです。その時に、はい、仲良くなったというか、まあ、なんか大、そこの、なんか、トップ？はぁ、あ、はぁはぁ。うるさいですよ、なんか、そっち。うるさいですか？ちょっと待ってください、ね。工事中ですか？あ、まあ、今、ズームをつないでやってますんでね。はい。はい。いかがでしょうか？あまり変わってないけど、まあいいや。その、アテンドしてくれた方が、はい。その、なんていうのかな、すごい、毎月インドネシアに行って、ちょうどね、僕たちが行った時で60回目とかで、もう5年毎月行ってるんですよ、みたいな感じの。へぇ、すごい。5年だから、もう7年ぐらい行ってるって言ってたかな。まあ、で、かなり詳しい人なんですよ。で、ご存知のようにインドネシア経済って今からすっごい発達していくので、うん。まあ、向こうで受けたね、セミナーもあって、その一部をね、ちょっとこう、ご紹介していただいたりとかを、できませんかっていうので交渉してたんですよ。バリ島で。深夜11時ぐらいに、なんか、
お酒を飲み終わってワイワイやってる中、ちょっといいですかって言って。僕 FP しててこういうこともやってるんで、一回ちょっとセミナーしませんかって誘ったら、あ、全然いいっすよ、みたいな感じになって。そう、軽いノリでね、決まっちゃったんですけど。へぇー。はい。面白そうですね、それは。そうですね。じゃあ、まあ、インドネシア経済セミナーっていうぐらいなので、はい。インドネシアの経済について。そうです、そうです。教えてもらえるんですかね。はい。ちょうど多分それをやってる時は大統領選の真っ只中だったりとか、あ、そうですか。そうです、そうです。あとは、ちょうど2020年から10年間人口ボーナス期といって、本当に爆発的に経済成長すると言われているので、なんか、FP としても、まあ、資産運用ね、していく人間としても、まあ、そこにリーチしておきたいなっていうのはやっぱ思うんですよ。実際なんか銀行行ってね、銀行開設したりとかして、金利とかも年間 7% とか。年間 7% だったら7-2の法則から言うと10年で資産倍ですからね。すごいですね。だからね、7%ぐらいの時代って、日本で言うと1972年だったか、6年だったかぐらいが、ゆうちょ銀行が 7.何%を出してるんですよ。で、インドネシアって今、昔の日本の株価で言うと、1960年代と同じぐらいにあるって言われていて、ということは、本当に昔の日本なんですよね。高度経済成長期ってやつですよね。そうそうそう。だから一緒にツアー行った人も、もう50、60前の方も、そりゃ俺がちっちゃい頃って、こんな雰囲気で、バイクもなんか二人乗りしてたりとか、自転車でね、なんかやってたりとか、ちょっとそれっぽいとこあるんですよ。ということは歴史は繰り返していくわけですから、はい。今からやっぱそこも勉強して、なんか、リーチできてるのは、もちろんね、経済の波乗りジョニーじゃないですけど。あ、でもだから、言ったら、うん、タイムマシンが目の前にボーンと置いてある。そうそうそう、そう。うん。その高度成長期の、はい。日本に戻れるよっていうのに乗って、戻ったらじゃあ何をするのかっていう。そうそうそう、そう。だから、バブルの経験者の方とかって、やっぱね、ぜひこれ受けてほしいなと思うんですけど、まあ、バブルの経験よりも前ですよね。はい。戦争が終わって、何年 ?15 年とか20年ぐらいした後に日本がどうなったかっていうのって、僕ら教科書では知ってるけど、その人たち肌感覚で知ってたりすることもあるじゃないですか。うん、ですよね。そうですね。うんうん。だから、それが過去日本がどうだったかっていうことが、その通りにはならないとは思うけど、うん、でも平均年齢27歳ですからね。はい。で、人口2億5000万。はい。あ、日本より多いんですね、圧倒的に。そうそう、圧倒的に、ね、日本が1億2600万人ぐらいですよ。倍以上いるわけですよ。で、その大半が20代。うん。別に、ね、超恋愛大国ですよ。マッチングがすごいですね。そうです、そうです。もう、マッチングアプリすごいみたいなね。そう。そこにマッチングアプリなくても出会いそうです。あ、そうそうそう。でも確か街行ったらね、すごい若者だらけだなって思ったし、リゾートで働いてる子とかも、すごい感じるんですけど、その田舎のビジネスホテルとか行ったら、おばちゃんとか働いてるじゃないですか。うん、で、ちょっと都会出るともう、ね、ホテルのなんかやる人たちって外国人だったりするわけですよね。うんうん、でもインドネシアだったらもうマジバリバリのね、20代の子がバリバリでやってるわけですから。そういうのを見ても面白いなと思うし、まあ、特に、ね、そこにリーチできるっていうこととか、その先にもね、その銀行の預金がどうだとかっていう先、どっちかというと株とか、うん、信託みたいなところも話もあると思うので、すごく面白いんで、ぜひ50代、60代の方もね、これ聞いてほしいなと思うわけですよ。なるほど。面白そうですね。なんかそういう体験ってできないですからね、もう日本じゃ。
そうそうです。だからもともとは、僕の主催してる FBC、不労所得分散投資クラブのクラブ生向けに、ちょっとやってもらえませんかっていう話だったんですけど、うん、でも久保さんも話してみて、まあ、久保さんところも話して、じゃあ一緒にやりましょうかみたいな感じになって。そっか塾周りとかとも一緒に。あ、久保さんのコミュニティですね。あ、ね。はい。だから多分人数めっちゃ多くなると思うんですよね。久保さん入ってくる。そうですね。毎回、共同でやると100人超えますもんね。そうそうそう。なんで、まあ面白いと思うので、単純に知っておくだけでも面白いかなと思うんで、この PDF、ポッドキャストを聞いてる方は PDF に上げとこうと思うし、はい。これも YouTube でね、僕編集してアップロードしてるんですけど、YouTube でも、その、ランディングページの、あ、要は、ウェブページ、ウェブ案内ページの、あの、リンクも貼っとこうかなと思うんで。そうですか。ちょっとじゃあ、かなり楽しみですね。そうですね。多分2時間ぐらいかな。夜9時から。4月11日、木曜日夜9時から。なんかちょっとですね、今、その、LP っていうんですか、はいはいはい。ウェブページね。うん。けど、まあ、衝撃的な写真がありまして、ちょっとこれはですね、また、このポッドキャストでもアップしておきますんで、はい、ぜひ見てほしいんですけど、これ一体何のページなんだろう思ってしまいかねない衝撃的な写真もありつつ、はい。かなりでも楽しそうですよね。全体的な雰囲気から。まあ単純にね、バリ島行った時楽しかったんで。なんか、そんな感じがしますね。そうそう。だから一応、そのバリ島も一緒に行きませんかみたいな、そういう説明会もランディングページ上では載ってます。はい。もし、もちろん有料なんでね、結構、少しお金はかかりますけど、やっぱ現地で見るのが一番なんで、そういうのもありますよっていう説明会にもなってますんで、はい。そこでね、なんか変な変なじゃない、すごい由緒ある寺院だと思うんですけど、ほんとね、どんぐらいだろうな。多分ね、その、県が持ってる、はい、地域で持ってる、その町民体育館みたいなのあるじゃないですか。はいはいはい、はい。ほんとになんかバスケットコートが一面二面取れるような、はい、そう、だだっ広いお堂みたいなとこあって、写真が多分載ってるはずなんですけど、はい。それはこう、ご期待ということで。そうですね。はい。まあ、そういうのも含めて、はい。楽しんでもらえたらなと。はい。思います。はい。はい。じゃあ、4月の11日ですね。木曜日。はい。木曜日。何時からですかね。夜9時からですね。夜9時から、21時から。はい。開催しますので、はい、まあ、これは無料でお届けしようかなと思ってますので。おお、すごいですね。はい。はい。じゃあ、まず楽しみながら、勉強ができる会ということで。そうですね。ぜひ、ご参加いただきたいなと思います。はい。はい。それでは、じゃ本日は以上でよろしいですか。はい。はい。です。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？番組ではフィナンシャルプランナー藤井に聞いてみたいことや質問を募集しています。方法はスマートフォンで FP 藤井とインターネット検索をしていただき、 FP 藤井の稼ぐ、増やす、守るブログにアクセスいただき、その記事内にある LINE で友達追加をクリックすると、LINE にてご質問していただくことができます。今なら藤井が実際に有料で販売していた新規キャッシュポイント構築セミナーの動画を漏れなくプレゼントさせていただきます。またフィナンシャルプランナー藤井が不定期で配信している新規不労所得情報メルマガも無料で購読していただけます。どうぞ合わせて読んでみてください。こちらの感想もお待ちしております。それでは次回の番組もどうぞお楽しみに。